すいません、私がやっぱり女の子に見とれてしまって全員をビンタしてすいませんでした。やっぱりね、あの女性視聴者に対してね、いやらしい目で見るの僕やめます。はい、だしばらく1ヶ月ぐらいは、いや違います、もうあのね撮ります僕。撮ります。なるほど、わかりました、はい、撮ればねそういう気にもなりませんから。なるほどね、はい、ということでテンプテーションの見切りをつけて、はい、再選させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやすごい、でもあれやな、俺らのこう流れ通りに陛下がテンプテーションを受けて面白かった。しかも陛下だけだからあれですよ、積年の多分ドグマさんに対して出会ってきた女性たちが、怨念がね、怨念が、怨念って言うなよ。松崎しげるだけにテンプテーションを。すいません、今度はテンプテーションつけました、申し訳ない。装備も、クロスプレイこれでいきます。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、これでいきます。さあ再戦でございます、よろしくお願いします。あ、よいしょ、行くぞ。でもみんな言ってますよ、テンプからの残像権がロマンシックすぎたって。あれは結構名場面だと思いますよ。あれ名シーンやな、うん、あれな、ドグマさんが結局女性に対し、女性、俺は女を取るんだっつって、こう自分の自ら味方たちを全部投げてて、本当やな、ドグマさん絶対ダメです、そっちはっつって、自爆もいいとこやったな、ほんとドグマさん間違ってます、あの女性に行くわって言いながら、うるさーっつって、完全な自爆やったもん、あれ。よっしゃあ、ほら今度アマゾンストライク倒したろこいつ、はい、ほらほら、どうじゃどうじゃ、あのこれ倒したらここでセーブしていい、もうそうですね、うん、時間もちょっとないんで、一応ね時間もないんで、はい、妙見、ほら残像剣は置いて置いてきたつもりが置いてきてなかった、置いてきてなかった、やっぱ俺の中に残像があったよな、女の子。あ、なるほど、うまいこと言っちゃった、うまいこと言っちゃった、ロマンシックですよ、ここまで、ここまではね、でもこの後クリアできんとまたお通夜みたいになるから嫌やから、そうですね、よし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 、オッケー、すいません、みんな視聴者の力を俺にくれ、はい、無妙剣、武装三段、無妙剣、高速ナブラ、クリムゾンフレア、頼むぞ、みんなどんどんアバロンの国民を呼んできてくれ、うん、ツイッターでつぶやいてくれ、ツイッターで、ツイッターでね、七英雄との本当のラストバトルとつぶやいてください。よっしゃー、来た来た来た、カルスですか、クリンシー、お疲れ、帰って。下り飛竜はいいよ、使う使う、ラスボスで使う使う、風見はナウロマンシング、ハッシュタグはゲイボルグハヨでいいですか、ゲイボルグハヨな、いいよ、うん、ゲイボルグでいいよ、あー怖い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 、また滑るか、ありがとう、こうちゃん好き、よし、今のうちに準備しております、準備できました、じゃあ僕、じゃあ滑っていきましょうか、ちょっと今回もスタッフがもう何回もやっとるの、ドグマちっともクリアしへんなっていう、そういうなんか蔓延しとるから、空気が、今日はお前らにもちょっと見せつけたらなんか皇帝の力を、あいつらバカ野郎、普通にさ、これの打ち合わせの時にさ、ドグマさん、ちょっと風俗行きましょうよみたいな、あ、乱れとるせいが、乱れとるせいが、お前らのふざけやがって、お前らのせいを世直ししてやるぞ、よし、潰れた、ちょっと今待ってください、少し30分、皇帝陛下は煩悩権があるんじゃないですか。誰が煩悩権、みんなつぶやいたんでリツイートしてください、お願いします、はい、それでは行きまーす、行くぞー、 OK、 もう見せよう、あと何分、あと時間は、30分です、30分、了解、これで決めよう、これで決めて、あとフリートークにしよう、フリートークで、さあ思い出語ろう、思い出語ろう、今回はソウルスティールと、テンプテーションは聞かない、はい、はず、はず、緊張するな、お前、もう今回は一番強いダメージソースでいこう、はい、DB さん、ムクちゃん、リジーズ、チョウさん、ありがとう、チョウさん、ムロさん、そしてフルコンも来てくれましたよ、フルコンさん、力をくれ、力をくれ、
ちょうど僕ら7人じゃないですか。そう、7人や。いいね。7、7人対抗する。力をくれ。7庶民。7庶民です。ほら、よし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 、オッケー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 。現代の七英雄、七英雄やったら悪やないか俺。よしよしよし、見切った。あ、もうどこまで大丈夫ですね。よし、大丈夫。酔った勢いで D も来んないですね。さすが、モロッコでシュートした甲斐があった。よっしゃ、もう女性を見ても何とも思いません。よっしゃ、ほら、よっしゃ、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。頼む、なんとかこのね、陣形を崩したくないよね。そうですね、さっきあれみたいです、陣形崩れたから1500だったし。あ、なるほど、そういうことか。さっさと終わろそうぜ。ちなみに、うわっ、うわっ、長すぎるか。危ない危ない危ない。完全に決まったのに。しゃ、ちなみにラスボスの HP っていくつぐらいなの。それ分かんない。そうか、分かんない。じゃあラスボスの HP はみんなとりあえず2億にしとこう。2億。みんなラスボスの HP は2億って書いてる。でもコメントで1時間でもかかったとか言う人いますからね。マジで普通に。うわ、みんなほら2億って言ってますよ。2億。米印ラスボスの HP は2億ですって書いてる。ラスボスなら、うわ、 HP は2億。セーブセーブセーブ。体力見ます。ちょっと全員ちょっと今危ないんで。よし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 、いいよ。これしかもランダムなんですよ、出てくるの。お前やな。あとあれでしょ、因縁の乱れた。あの子がロックブーケがいないですよ。こいつを先に回復させて一番行動早いから。はい、左ヒルとアッポン大丈夫かな。大丈夫。この回復させてチャンスでしょ。これまだ大丈夫。ファミ通に2億って書いてらしいです。それ誤植だ。大丈夫、ゲームフトかな。よし、いけ、チャージ来た。オッケー、我慢した。よし、オッケー、オッケー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 。さすがに2億だ、なんともないで。さあ、こっから出てくるんじゃないかな。うわー、全体攻撃。オッケーさすがインド人を右へ。よし、さあ、因縁のロックブーケ、ロックブーケテンプテーション右。ああ、右って甘いわ。ずっとドグマさんにしか聞いてる。俺ばっかり言って。おっと、あっ、セーフ。うわ、全員ちょっと削れて全員回復してもいいです。もちろんこいつ堂々遅えな。オッケー。上二人下、女の子と後ろの下で。まあ、ということで皇帝が攻撃が早いので、孔明がいなくなると痛いな。孔明が痛いですね。自分回復もいい。でこの子一番遅いんで、自分で、いやでも死んでも合うから、こいつ攻撃にした方がいいと思う。こいつは自分で自分回復しよう。かわいい。オッケー、あとは運。よっしゃ、クリムゾンフリー入った。入った。もう死んじゃえよここで。頼む、死んじゃえよもう。チューン、トゥン、トゥン。よし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 、死んじゃえ。あ、よっしゃ、大丈夫。アビスゲート必ずやってくるやね。アビスゲートっつったらあれじゃないですか。しゃ、スリーでも出てきた。このね、なんか場所を変えて向こうの有利な場所に行くやつやったよ。おい、ゲートやな。うわ、まあ大丈夫。ドグマさんに会いに来た女性たちが、あー、一人かかっちゃう。トカゲ混乱、トカゲ混乱、混乱と見えるのがトンランと見えるというね。くっそ、トカゲどこ行ったんですか。どっか行っちゃうの。もう陣形崩れ、時間経たないと帰ってこない。陣形崩れてる。陣形は崩れたのかな。しゃあないな、こういうこともある。フルコノさんが持ってかれましたよ。やばいな、これ攻撃の方がええんちゃうか。もうだって削り切らんと多分削られてもらうから。う でも一番良かったのダメージソースが低いやつ。左トロセイダーの方が入るか。攻撃力でいこう。もうよっしゃ、落ちろ、トゥーン、トゥーン。うわー、やべえ、これやべえか。だー、スタン、待って、耐えた。
陣形崩れてないな。よし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 これはまずいぞ、まずいぞ、これは攻撃せずもうない。これはまずいぞ。これはでもまだ諦めない。なんとかなんとか。トゥーン。あー、これ終わった。ドブロクシャワー、これ終わったわ。ドブロクシャワー、すげーなーこいつ。あと何分、あと何分、あとあと20分ぐらいです。20分か。皆さん、まあですね、僕50時間やってきまして、はい、こんなこともあろうかと、えもうちょっとだけ強くしたデータが実はあるんですよ。なるほど。もうここの50時間をやってきて、これをちょっと使わせてもらってもエンディング見るのが僕は正しいと思うので。そうですね、エンディングは20分ある可能性ありますからね。結構長いですからね、ロマさん、はい、いいですか、一つだけ強いの、いいですか皆さん。え、まあいいじゃないですか。使ってって言いますよ。ありがとうございます。よっしゃ。え、何が強いですか。全然僕知らないですよ。実はですね、見てください。竜鱗の剣を持っていまして、はい、竜鱗の盾を持っているでしょ。はい、技見てください。不動拳を持っています。不動拳昨日3時間かけて覚えました。頑張りました。8時まで頑張りました。私が許していただいてよろしいですか。なるほど。そして戦闘陣形はこの宝天魔の陣とさせていただきました。これは何なんですか。これはですね、皇帝自らに攻撃を集中させて、攻撃力を分散させて、相手を集中させて他の4人に攻撃いかないという陣です。なるほど。そして装備は、盾を持っているのでかなりの確率で盾で、防げるという、はい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 、持ってます。いいですか。それでじゃあもうドグマさん自ら、はい、ただ技を忘れていっていいですか。そうですね、またバカな技を使われると困るので。そうですね、全体攻撃の、でもさっきのこういう技なんて絶対来る。じゃあもう外していこう。デストロイヤーの思い入れはない。もう外していこう。外していこう。もう勝てば関門や。デストロイヤーこいつか。外します。もういいです、さようなら。グレートアックスの方が強かった。残念、せっかく取ったけど。これでいきますよ。よし、ルビヘルビルビタも回復してちょっとやってみる。あー、緊張する。よっしゃ、行こう。はい、皆さんお願いします。またすいません、行きます。またじゃあちょっとくじね、またくじんしいから。やばいな、ラストチャンスやな。時間的にラストチャンスです。もうこうなったらエンディングは君たちの目で確かめてくれ。倒したところで終わりだ。はい、はい、あ、でもここはさ別に良かったやな。陣形変えんと不動拳やろ。やべえな、ここで倒せんかったらまた永遠に言われ続けるな。こればっかり運ですからね。いや、倒そう倒そう倒そう。こいつも楽勝だな。あと何分、正確には30分。了解。よしよしよし、痛い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 。 OK、 余裕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 。よし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 、エンディングはもう見てるから勝ちたい。みんなが多分もっとロマンシングをくれとコメント、皆さんお願いします。 OK、 任せろ。みんな足りないっつって、ロマンシング見せてくれ。お前らの脳内に汁をいっぱい出してやる。うおほら、不動拳じゃ。うおーつえもっとロマンシング見せてくれ。もう他の生放送じゃ我慢できない。しゃ、もっとちょうだい、もっとちょうだい。もっと強いのちょうだい。発言が危ない。そうや
みんなが応援してくれてるからな。よし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 、気持ちいいよ。さあ、これで1回ね、セーブ回復して寝よう、1回ねセーブしちゃおう、もしのために。はい、怖いね。もうここから祈ってください。みんな力ちょうだい、力をくれ。なんでこんな苦しい思いしてるのかね。ゲームってもっと楽しいもんじゃないのか。いや、なんか苦しい。行きます。よっしゃ。スタッフがもうダメかもっていう顔をしているのをひっくり返してやるんだよ。国民が、国民の支持率が下がってます。やば、どこが片目の支持率がダウン。嬉しいと思いますが、縛ったのは陛下自身です。テンプテーションかかってます。孔明マジで孔明がテンプテーションかかると一撃で終わる可能性がある。なぜなら味方にギャラクシーをかけられると終わり。頼む、月光にして。
みんな乱数変えて。ああよかったライトボールで。強いな。いいっすよ。でも条件はロマンシングの条件を揃ってますよ。皇帝、ドグマ皇帝復活して。行かないで誰も。オッケー。よし。孔明が落ちたのはかなり痛いな。オッケー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 。体勢を一応立て直しましょう。体力もみんなあるからなんで自分自身回復したら。異常な強さやなこいつ。その代わりサラマンダーの秘伝解けたんで。秘伝からな。はい。でも人形崩れてるんで気をつけてください。この人。お願いします。サラマンダー攻撃してます。コウメ治ってますね。いいよ。でもこれみんなあれ持ち直しましたよ。これでもきついな。これ多分行動の早い順で違う人たちを補った方がいいです。自分自身が死んだ時に稼ぎる。あれが一番早い。私が一番早い。一番危ない。違う、互い互いで違う人たちが。死んだ人間に対して。あ、でも復活。立て直しましたよ。さあ、立て直した。いい感じだと思いますよ。
よし、よし、頼むみんな、ドグマさん信じて。よしよしよし、いいよいいよいいよ、いい感じ、ダメージ入ってますよ、毎回1万ぐらい入ってるから。やった倒したー、おはーしびれた、うわーしびれた、あーよかった。ちょっとエンディング、エンディング、まあね、これね、何千人にもわたる七英雄とのバトルがね、今
英雄が。シーン、ほんと悪いやつじゃないですからね。もともといいやつやったよね。もうちょっと、目頭がつらいじゃん。はぁ、クリアしましたよ。しゃあ。いやあ。やったー。終わった。いやあ、目頭が。いやあ、終わった。いやあ、終わった。俺もどうなるかと思ったもん。いやあ。ありがとうございました。いや、お前のおかげやが良かった。いやー、終わった終わった。いや、俺絶対死んだと思ったもん、最後。見たことか。これ見たことか。正確に僕ら何時間やってたんですかね。ちょっと何時間やったら計算した人います。計算してないかな。よかった、終わって。入会して面白かった。ありがとう、ありがとう。もうチャンネル入会した人もしてない人も見てくれたお前らの力にありがとう。ありがとう。クイックタイムなんて飾りきったよ、バカ野郎。クイックタイムなくても勝てるんですよ。いいロマンシングやったな。ちなみにこの敵、次回作のスカーレット、スカーレット・ヨハンソン、それの名前なんですよ。あ、できる金魚みたいな。だからあいつが主人公じゃないかって。やる気になれへんから。この放送含めて計70時間狂っとる、狂っとるわ。頭がおかしいぞ、もう頭がおかしい。休憩込みで74時間頭おかしい、頭おかしい。大の大人が7人かけて74時間で、74時間全部見たぞ、陛下。見てるお前らもおかしいよ。頭おかしいぞ。だってコメントで、だってあれ、学校休みましたとか、あの有給取りましたとか、取りましたとか仕事休みましたとか。よかった、俺でさえ全部見てないのに。そうですよ、我々です。よかった。あー、伊藤健二さん、伊藤健二さん見てますか。伊藤健二さん見てますか。伊藤健二さんの音楽最高でした。三津田さんもありがとう。三津田さんもありがとう。結構時間余ったんじゃない。残りあと7分ですね。7分、もうちょっとあるよね。よかった。10分ぐらいか、ちょうどいい。もう一回やりたくなかった。もうそう、もうでももう一回やったら無理でしたね。無理やった。死んだら もうこれ死んだら俺セーブデータ破壊しようと思ってそう、もう僕らもう二度と出れないように、自分の Wii U を叩き壊そうと思って、全部叩き壊して、そう逃げようと思って、ね、もうしばらく放送出えへん。ゆっくりエンディング見れてよかったね。そ
ップ最高ありがとう。そうやな、 This is 超ジョン三郎フルコン、ありがとう。今日いないですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、BB もありがとう。 BB とムクちゃんもいましたね。失礼しました。最高やな。ちょっと今日見たやつ全員で飲みに行こうぜ、この後。2万2000人いますから。2万2000人いいや、もうおごったるわ俺も。ハム1枚とソーセージ1本と。そうそう、ハム1枚、ソーセージ1本とバナナ3分の1切れ。はい、あとキッコーマン の, あのウーロン茶、ウーロン茶用意してますから。それとあるアイドルのバスツアーの内容だ。その後巨大迷路行きましょう、みんなで。巨大迷路の向こうにステージがあって、巨大迷路を越えないとステージが見れませんっていう伝説のバスツアー。あ、川津さんもありがとう。ロマサガのディレクターの川津さん、見てますか。多分見てないと思うけど。わー、株式会社スクエニックス現スクエニさん、ありがとうございます。 ありがとうスクエニックスさん最高でした。ありがとう。お、終わったかな。お、アバロンだ。うわ、あ、かっこいい。今までの年表が出るやんて。こちら、イソルンガダッカイ。かっこいい。これいいっすね、熱いっすね。今までの歴代コーデが出てくる。あ、出た、フリッツ。これあの、ずっと50ぐらいしかダメージしかなくて、みんなが気使ったっていうね。そう、僕の味方がさ、そう、コーデがあまりにもダメージソースが少なくてね。そうそうそう。いやー、ええか、色調子悪すね、今日ね。お、来た、ハーバード。ハーバード、これ僕がやりましたね、ハーバード。お前やったっけ。はい。お、大学作った。大学、誰か誰か。紹介された宝石がね、はい、僕も倒した。あ、これ俺やったわ。 This is 超でやった。わー、マゼラン陣形取るためにやったわ。そう、あの、すぐ、ね、すぐ倒した。はい、ルドン奥にです。ルドンに先行あげましょう。お前フリーファイター。あー、ディアネイラちゃん覚えてる、このピンク髪のね。ね、ミダルドルセイガー。ミダルドルセイガー歌うまいやろな。カラオケうまいし。うまいうまい。シーナリンゴ絶対歌うやん。絶対歌う。丸の内サディスティック絶対歌うやん。ちょっとね、寂しがり屋かもしれない。そう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 。あ、ロックブーケ倒したお前のとこや。あ、そうですね。人形皇帝コッペリア。きたー。人形皇帝にしました。これね、すごいレアイベントらしいですね。うまいわ。ノエル倒したな。はい、僕ノエル、ノエル倒しました。ペリアがこの後さ、ただの人形になっちゃうシーンが悲しいよな。壊れてるよね。涙を拭いてって名曲がかかる。出た、ヒッポリュッテ。出たスービー撃破。これ僕とジョンさん。お前んとこや、ノエル俺んとこや、はい、ジョンさん。固定松崎シゲル。シゲル松崎。松崎シゲル。かっこいいシゲル。キャー。色もね、色黒だしね。かっこ、松崎しげる。松崎しげる。この後ラッシュ来ますよ、ラッシュが。キャーしげる。キャーしげる。みんなカタカナ考えて。キャーしげる。美しい人生よ。これを撃破。かっこいいな。松崎しげる。キャーしげる。
北川茂ラストダンジョンにて九人衆を再び撃破。そして最後は松崎しげる。いやーしげるしげるきちんと中にピリオド。いやーいかーしげる。やった終わった。終わったかな。あ、オープニングで詩人が語るとこから始まる。でこれ終わり。最後皇帝アブラモンド自ら退位して皇帝は共和国に変わったんだ。共和国なった。なったの。もう少し大きくなればわかるよ。一番最初に繋がったんや。あれ指針がどうぞ。右下、右下、みんな見て右下、シゲルが。あ、いいんだ、先に帰っていい。ありがとう、マスター。しげるじゃん。君のダースプラッシュだって。だが陛下と呼ぶのやめてくれ。私は皇帝ではない。アバロンの人々に忘れられた残酷な人々の存在です。まあ、ちゃんとこう民衆に国を開いたわけね。そうでもないと思いますよ、松崎しげる様。うわ、あ、今まで仲間にしてきたやつが。シティシーフの上の子がね、結構メンヘラ主義が結構好きやったけどな。そうですね。キャンディー、キャンディー、ホーリーオーダー、アマさん、一番後ろアマさん、ホーリーオーダーに武将総選だ。普通に松崎しげるに戻ります。どんなやつ。アマゾンです。一番前アマゾンです。アマゾンです。ノーマットかな。イーストガードとインペリアルガード。インペリアルガードですね。一番後ろは何だっけ、アラジン。アラジン。あ、出た。ベア、出た。初代メンバー。あ、これフリーファイターとベア。フリーファイターとあとこの後ろ。グーシ。グーシですよ。グーシ。時並み、徳永をやめていったグーシ。数々のグーシがいた。そして自給帝術師。仲間がいるんですよ。自分で仲間を選べるゲームですね。さあ、そして帝国軽装歩兵たちは好きに選べるのいいよね。そうですよね。毎回ね、世代が変わるたびに。あ、人魚、人魚、人魚とコッペリアできちゃって、そのままやめちゃった皇帝もいるんですよ。そう、ふうつって、ふうつってもう外の世界には戻れない、それでもいいんだつってやめた。あ、そして初代皇帝レオンとジェラールと一番下なんだっけ、流し切りのお兄さん。あ、トカゲが戦争。うわ、いいエンディング。陛下、飲みに行きましょうよ。僕らも飲みましょうよ。何も。まだ時間大丈夫かな。ロマンシングサガ。トゥトゥ。まさかこれで終わり？え？キラキラしてる。エンディング画面ですかこれ？これでもう終わりかな？これで終わり？これで終わりやな、多分な。ということで、ロマンシングサガ2ドグマ皇帝すべてクリアいたしました。ありがとう。イエーイ。頭が熱くなりましたね。いやーよかった。こうちゃんいかがでした？やばいっすね。本当にマジでいいエンディングやったわ。俺もううるうるしたもん。これはもう次回ロマンシングサガ1やりましょう。
ちょっとお礼だけ言わせてください。最終兵器俺たちコウスケくん、はい、そして This is Cho、 ジョン・サブロー、さらにフルコンさん、そしてムクちゃん、DB 以上かな来たのは、はい、そして裏で、見てくれた、伊藤健二さんもありがとうございます、はい、そして多くのチャンネル入会した人、そしてチャンネル入会してないけど長時間見たよという方、皆様がドグマ皇帝に力をくれました全74時間、そしてありがとうございました。また今後もゲームをやっていきますので、ドグマ皇帝に清き一票をよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。さようなら。最後、まあね、あの言わなきゃいけないことだけど、やる、間に合う、 OK、 間に合います。いやー疲れた。支持率 12.5% でしたからね、はい、そのくだりは僕が、ね、いるときに、はいはい、聞いたんですけどね。もうひどかったですよ、はい、ドグマ皇帝支持するかどうかっつったら 12.5% でしたから、ね、ある国に、ね、ちょっとドグマっていう、ね、王様がいて、はい、独裁してるんですよね、はい、その時に許すか許さないかで取った時に 87% で許さない、許さないでしたから ね。さあということで、ここからは気分を変えまして、東海 TV 曜日対抗投資企画、成功したら土日特番ゲット、ぴったんアンケートぴったんこチャレンジです。さあ、ここからですね、ランダムで数字カードと、お題カードを引きます。数字カードに書かれた数字とぴったんこ同じになるイエスノー2択アンケートをお題カードに書かれたワードを使って制作します。アンケート制作時間は30秒、その後皆さんにアンケートを出します。結果を見て見事、パーセンテージがぴったんこになれば、見事プレゼントということで、土日のですね、番組を、好きな番組をできるということで、なるほど、これぴったんこになったら言っておきます、ロマンシングサガ2か3の生放送します。イエーぴったんこ、皆さん 12.5% を目指しましょう。いやだからこれあれですよ、もう数字だけ引いて、うん、もう今日はドグマさんの支持率をアンケートしましょう。もう それでいい、数字でいいでしょ、数字だけ、もうこれだけ引いて、うん、あと数字は 12.5 でいいよね、もうね。じゃあ数字だけ引きましょう、数字だけ引こう、でドグマさんの支持率、はい、あ、そろそろアンケートしましょう。いやこれだけ引きます、はい、はい、数字はこちら、てれん、あ、うわやべえ、88.1%。 あ、ドグマさんの支持率、はい、イエスが 88.1 ならいいんだね、わかりました、すいません。じゃあ、あの皆さんここだけお願い、じゃあアンケートで、アンケートですいません、僕これ支持していいですか、はい、ドグマ肯定よっていう、上アンケートで1が支持する、違う、1が、ね、許すでお願いします、はい、で2が許さないでお願いします。わかりました、それお前許さないよ、そのくだりがあったんでちゃんと。わかりました、ドグマ皇帝を許すが1、はい、2が許さないです、はい、お願いします。1が 88.1% だった場合、ロマンシングサガ、はい、1か3の生放送を僕はさせてもらいます、はい、まあ、だから今回で言う、いやもう許されるでしょ、いや今回で許されない行為は、ああ、あの一番最初の戦いで、うん、ドグマさんだけテンプテーションにかかって残像権、そう、今までね、あんな最後ね、みんな後ろに来てくれて、そんなに戦ってくれた仲間を残像権で無事ね、無残に切り刻んで、そして女の元へ行く、だってなんですか、だってコウスケたち俺より今回目立ってたから悔しくてささあそれではアンケートお願いします、はい、どうぞ、ドンドン、ドグマ皇帝を1許す2許さない、はい、1が 88.1% だった場合は、はい、いつかの土日にドグマ、そしてコウスケプロデュースのロマンシングサガ1か3の放送をします、はい、ちなみに、国民の前回の支持率は許すが 12.5% でした、はい、ひどいひどい。さあよろしいですか、皆さん押してくれ、あはははは、許すなんと高い 62.4% よかった、支持率上がった、ドグマ皇帝の支持率がアップ支持率アップ、音楽鳴ってる、え、音楽鳴ってる、俺が押したい、やった、支持率アップした。これさ、でも支持率アップっていうか、ただロマサガの放送見たいだけやね、多分そうですねいやということで、88.1% にならなかったので、はい、罰ゲーム、なんすか、そんなのすか、いきましょう、こちらをですね、この紙に書いてある内容のキャラクターで読むということでいきましょう、はい、じゃあ分かりました、じゃあお願いいたします、出してください、どうぞ、はい、なに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 、民衆に演説する皇帝と
民衆の乱れとる性を縦断する軍師になって告知してください。スタッフ仕込むなよ。仕込んでるもん、ほら絶対仕込んでる、ほら仕込んでるよ、こんなのなかったじゃん他の放送の時。なんか専用の仕込みですこれ。これで読むのね。大丈夫です。はい、大丈夫です。そういうの、はい、じゃあ皇帝と軍師ね。はい。じゃあ僕後ろにいますから。わかりました。じゃあ軍師はこういう感じで、あ、いや、お前やって俺読んで、はい、お前やって俺読む。はい。じゃあまず軍師から。皇帝っぽくお願いします。うん。うん。党会議2016とは2016年1月30日土曜日、1月31日日曜日の2日間、うん、幕張メッセにて行われるゲーム大会とゲーム実況の祭典でございます。うん、では皇帝お願いいたします。うん、苦しゅうない。今回は開催エリアの開催エリアを昨年の2倍に拡大し、RPG の世界を再現したフードコートやレトロゲームを巨大コントローラーで遊ぶコーナー、ゲーム音楽の生演奏が聴ける音楽ステージなど新たな企画を加えてボリュームアップ。賞金総額1億円以上、日本各地の予選を勝ち抜いたゲームプレイヤーが集まる党会議グランプリ決勝戦なども行われます。では陛下、うん、お願いします。嬉しいない。ただいま数量限定の優先入場券やお得な前売り入場券が好評発売中である。買わないものは即刻打ち首。運営コメントから公式サイトをチェックするべし。うん、ですが皇帝、うんうん、なんだ、一つ気をつけてほしいことがあります。なんだ。今回の東海域 TV、うん、やはり、うん、数多くの女性が来ることが予想されます、うん、そういった場合、うん、かなりのテンプテーションがかかる可能性が、うん、むしろドグマさん、うん、ドグマ皇帝自らテンプテーションかけに行く場合がありますので、うん、その辺は注意していただきたいと思うんですけど、うん、大丈夫だ。最近のやり口としては、ね、まずリプライで可愛いねと送ってフォローしてから DM するパターンがほとんどだ。皆さん気をつけてください、うん、あなたのところにも DM が、うん、苦しゅうないということでありがとうございますさあということで、はい、そうございます皆さん、この後はドグマガザミのチャンネル放送、皆さんと一緒に今回のロマンシングサガを振り返る、はい、途中から有料配信になるスカイプとツワクの放送いたしますので、はい、よかったら、チャンネル放送入会していただけると、幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、そしてでございますけども、この後の放送ですけども、はい、明日の東海議 TV 水曜日でございますけども、20時から東海議高校パワープロ部、はい、そして21時からパズマリグランプリ参戦リポート、はい、そして酒明け美女絶叫の大特訓&デッドオアアライブ、これ X って何て読むんでしたっけ、クロス、なるほど、デッドオアアライブエクストリーム3ポロリ、あら書いてありますよ、みたいな、ポロリとんど書いてある、デッドオアアライブエクストリーム3ポロリ、なんでしょうかね、これ何がポロンとしたんですかね。いや、まあいろいろなことじゃないですか、ね、発言とか。最近このまま渋谷歩いてたらね、下がポロンと出てたことありましたけどね、一回ね。そして22時からですけども、バイオハザードクリアするまで終わりま店員ということで、小島店員さん第6夜でございますけどもね、はい、小島店員さんの放送はですね、みんなねプレイボールって言ってね、小島店員のハッピー来てますから、ドグ生身はヨドバシカメラって言ってあげましょうね、はい、よろしくお願いいたします。さあということでございまして、いかがでしたか、康介さん、いかがでしたか。いや本当に今回ねこういうさ企画に参加させていただいて、うん、まあいつもだったらねドグ生で終わるんですけれども、うん、今回はこうやってね東海議 TV でエンディングを迎えることができて本当楽しかったです。ありがとうございます。ラストのあの演出には本当にもう僕目頭熱くてちょっと泣きました。いやでもね、今回こうちゃんが来てくれてよかった。本当にお前がいなかったらこの企画は成り立たへんかったし、いやありがとうございます。俺の中でもう最高の軍師やわ。魅力がアップ、コウスケの魅力がアップ、愛がアップ、貯金がダウン時間もダウン締めちゃっていいですか。はい、ということでこの後チャンネル放送で皆さん打ち上げで盛り上がりたいと思いますので、あれしましょう。何ですか、最後ロマンシングで締めましょう。せーの、ロマンシングで皆さん締めたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。72時間ロマンシングサガ2放送、誠にありがとうございました。皆さんいきますよ、せーの、ロマンシング。視聴者のチャンネル入会がアップ、視聴者の賞金がダウン、お金がダウン、チャンネル入会が月の終わりにダウン。